3番は難しいラフからのショット。しっかり寄せてパーをセーブ。流れに乗ります。4番は12メートルのバーディートライ。見事に沈めます。続く5番、この日はショットがいい感じになっていたと連続バーディーを奪いました。後半16番、パー3のティーショット。3メートルにつけました。ここも沈めてバーディー、スコアを伸ばします。そして18番、最後もバーディーで締めて松山は2位。世界ランキングも日本の男子選手史上最高の2位に上がりました。上位に壊れてますし、少なからずチャンスはすごく、ね、増えてきてると思うので、最終組に近いところで回って、こうやって争えるように頑張りたいなと思います。